中学入試算数15秒以内に解けますか？標準レベルの面積問題です。では始めましょう。図のような直径6センチの円と一辺の長さが6センチの正三角形2つを組み合わせた図形において、色部分の面積は何平方センチメートルですか？円周率は 3.14 とします。では解説をします。正三角形により上のように60度の角ができ、色部分のうち4つの小さい部分を等積移動します。中心角60度の2つの扇形ができて、図のように補助線を引くと、一辺3センチの合同な正三角形がたくさんできるため、扇形の半径も3センチです。よって色部分の面積は上の式が成り立ち、計算すると9.42 平方センチメートルが正解となります。